ガリシア州内の位置、ローレンサーは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体で、コマルカダ・マリーニャ・セントラルに属す。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は2399人。住民故障は、ラウリン・ティーノ、A。カスティーリア語表記はロレンザーナ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.93%。 ローレンサーは、ルーゴ県の北部に位置し、コマルカダマリーニャセントラルに属する。隣接する自治体は、北がフォス、東がバレーロスとト,トラバーダ南がリオトルト、西がモンドニエードで、自治体の中心は、ローレンサー教区のビラノーバ地区。ローレンサーは、モンドニエード司法管轄区に属す。住民は4の教区の89の地区に居住する。自治体市長は、 ガリシア国民党のビダル・マルティネス・シエラ・ロペス自治体表議員はガリシア国民党6ガリシア社会党4ガリシア民族主義ブロック1となっているローレンサーは4の教区に分けられている。太字は自治体中心地のある教区。ありがとうございます。